こんにちは、シーバードです。今回は NewX の MG300 を購入いたしましたので、使った感想をお話しさせていただきたいと思います。結構ね、話題になっていて、レビューもね、たくさん上がっていると思うんですけれども、 NewX MG300 を購入いたしました。まあ僕はですね、いつも Zoom とか BOSS、まあ、2万円以下のねマルチエフェクターをよく使っているんですけれども、まあ、その普段使っている GT1 だったりとか G1X4 ですね、あと Zoom の G3N とか、まあ、このあたりのエフェクターと比べてどういう感じだったかっていうところをですね、お話しさせていただきたいと思います。プロの方がね、たくさんレビューを上げているので、ちょっと違う視点から僕はお話しさせていただきたいなと思うんですけれども、まあ、基本的にはこういった格安のエフェクターはプロの方はね、ほとんど実際は使わないと思います。まあ、僕の場合はね、Zoom の G3N は未だにメイン機として使用しているので、この NewX MG300 も良ければメインで使っていきたいなと思っております。率直な感想としてはですね、まず使い方が非常に簡単、そして思っていたよりも音が良かった、この2つですかね。なので非常に好印象というふうな感じです。その使い方の簡単さというのはですね、まあ、エフェクト数が他のマルチエフェクターに比べると、まあ、少ない、あと並べる順番ですね、エフェクトの順番がもう決め打たれていて決まっていると、まあ、このあたりに関しては物足りないなって思う方も結構いるかと思うんですけれども、まあ、僕ぐらいのレベルでギター弾いていると全然それぐらい決め打っててくれて大丈夫です。逆に音作りがしやすくて使いやすいなというふうに思いました。価格なんですけれども、今回僕が購入したのはサウンドハウスで 16,700円ぐらいでしたね。 Zoom の G3N も、まあ、GT1 BOSS の GT1 もそれぐらいの価格だと思います。 Zoom の G1X4 は9,000円台で買えるので、まあ、非常に安いなというところなんですけれども、まあ、コスパ的には全然いい方かなというふうに思いました。まあ、音的にですね、順番をつけさせていただくというか、まあ、僕の好みでお話をさせていただくと、 Zoom の G3N がまあ一番好きかなっていうところで、2番目はですね、この NewX の MG300 と GT1 がまあ同等、同じぐらいなイメージですね。そして若干落ちて G1X4、 まあ値段が安いんでね、その辺はしょうがないかなと思います。BOSS の GT1 はですね、アンプのシミュレーターは非常にいいんですけれども、キャビネットが若干弱いんですよね。この NewX の MG300 はキャビネットがめちゃめちゃ強いです。非常に出来がいいです。そこの部分で一気にグワッと上がって GT1 に追いついたなというふうな僕の中でのイメージです。で、次は使いやすさなんですけれども、まあ使いやすさというか音の作りやすさ、ライブでの操作ではなくて音の作りやすさとしてはダントツで NewX の MG300 がやりやすいです。で、その次に G1X4 で G3N、 まあこの辺は同じぐらいですね。そして BOSS の GT1 という風な並びになるんじゃないかなと。先ほどお話しさせていただいた通りですね、音数が少ない、エフェクト数が少ないというところと、エフェクトの順番がもう決め打たれている、そういったですね、デフォルトというかフォーマットが完成しているので、そこにはめていくだけなんですよね。なので難しいことを考えず、サクサクっと音作りができます。で、次はですね、ライブでの操作性なんですけれども、まあこれはですね、やりづらいなというふうな感じがしました。まあ一番いいのは Zoom の G3N、 そして G1X4 と GT1 がまあ同等な感じで、一番ライブで操作しづらいのはNewX の MG300 かなと。まあ、これはですね、一つ一つのエフェクトのオンオフができません。まあ、マルチエフェクターなんでね、基本的には作った音をパチパチ変えていく、まあ、それが普通だと思うんですけれども、まあ、最近のマルチはね、BOSS の GT1 だったらアサイン機能があったり、 Zoom のエフェクターだったら1音ずつを押せる、1エフェクトずつを押せるようになっております。まあ、それが NewX のこの MG300 だとパッチの切り替えしかできないというところですね。しかもフットスイッチが2つしかないので、上下パッチの切り替えが上下しかできないというところが、操作性としてはちょっとランクが下になってしまったかなというところです。まあ、総評的にはですね、かなり僕はいいなと思っております。まあ、結局マルチエフェクターって音色が多彩ではあるんですけれども、そこが一番重要なわけではなくて、やっぱり軸になる自分の当たり音というか、自分のハマり音を作れるかどうか、見つけれるかどうかっていうところだと思います。
まあ、僕が今 Zoom の G3N をメインで使っている理由としては、その当たり音というかハマり音をたまたま作ることができたからですね。なのでこの MG300 でも自分の当たり音を作れるかどうかという次第でメイン機になるかならないかというところかなと思います。音出しのレビューなんかはまた別の動画でやりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。